おはようございます、本日はですね、今から東京へ行くんですが、ちょっと周りがうるさくてすいません。今新幹線に乗るところなんですけども、今日もまたギリギリで時間なくて、家の前から撮れなくて、もう新幹線の間際なんですが、この新幹線に乗って東京に行きたいなと思います。でもこの新幹線をもう出発するので急がないといけないので、ギリギリですが行ってきます。You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain, and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins. はい、それではホテル到着しました。現在が、今3時半ぐらいなんですけど、もう1次会がですね3時から始まってるので遅刻してるんですが、今日はちょっと新幹線遅いんで遅れますって言ってて、とりあえずホテル入ってトイレしたいなと思います。もうトイレが今 85% ぐらいで来てます。超多です。到着しました。なんでかわからないですけど、なんか予約した時はベッド1つやったんですけど、ベッド2つの広い部屋に変えましたって言って、これは先言っとくんですが、誰かを連れ込むとかいうわけじゃなくて、たまたま空いてたらしくてこの部屋になっただけなんで、このベッド2つを今日は占領して寝たいなと思いますので、別に誰も誘うつもりはありませんし、誰かを呼ぶつもりもないということだけ、これは嫁に対してアピールになるんですが、嫁に対して言っておきたいなと思います。はい、それでは今から飲み会に行きたいなと思います。今日はですね、ちょっと早めの飲み会になってて、一応3次会まであるんですけど、3次からまず1次会で、次は5時から2次会がサウナになってるんですよ。で、まあ、サウナは僕が希望してサウナになってるんですけど、サウナで7時から3次会っていうちょっと早めのスタートになってるんで、まあ今日はそんな前回みたいに夜中の3時とかになることないとは思うんですけど、まあわからないですが行きたいなと思います。はい、それでは帰宅しました。帰宅というかホテルに戻ってきました。今日はですね、そんな遅い時間までならなかったんで、ちゃんと皆さん終電を守ってほぼ帰って、若干終電はもう逃した人はいてましたが、今日はホテルに帰ってきました。12時40分です。で、その終電逃した2人は自ら終電逃していったので、僕は先帰りますということで帰ってきて、あ、これあれですね、こんな広いベッドで、で今から僕は寝て明日の朝、どこも観光せずにいつものごとくお空に帰りたいなと思います。では、風呂入って寝たいなと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。ただいま9時20分、準備してチェックアウトします。おう、はい、それではバッチリ準備しました。部屋は、忘れ物もないと思います。はい、ではチェックアウトして今からは、朝ごはんを食べに行きたいなと思います。朝ごはんは近くのドトールあるので、そこに行こうかなと思います。はい、ということで、ドトール行ってまいります。4時終わってから、いや、大阪着きました。
中でコーヒー飲んだら気持ち悪くなってきて、後半1時間ぐらいずっと気持ち悪かったんですが、無事大阪着きました。あとは家帰って、全部カバンとかパソコンとか携帯とか全部除菌して洗濯物してすぐ風呂入れって言われてるので、あのコロナウイルス対策で、なので先に、風呂入ったりしたいなと思います。それでは帰ってきました。まだコーヒーがなんか残ってて気持ち悪いですね。まあ、今日もですね、東京行ってただ帰ってきただけで、目的地だけ行って寄り道せず帰ってくるといういつも通りのプランで帰ってきました。では最後はですね、アルコールで除菌している様子をどうぞ。There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on.